はいどうも、ノーマルトエクショットのむけんです。今回はですね、検証動画をやりたいかなと思います。小さい子供のファンがいつまた検証動画やってくれるのかとよく聞いてくるんですけど、子供がですね、アイスを食ってたわけですね。アイスを食べると残るもんがこちらです。アイスの棒ですね。ホセとも言うらしいんですけど、日本語では。これアイスの棒を使って検証動画をやりたいかなと思います。こちらで何をするかというとですね、こちらをですね、こちらを300本用意しました。これは全部僕が食べたわけじゃないですよ。そんなったらもう実はやばいですよ。このホセでラケットは作れるのかっていう研修動画をやりたいかなと思います。これをどうやって作るかっていうとですね、やっぱりまずホセでラケットの形を作っていって、そこからはなんとか切り抜いてラケットになればいいかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうね。ホセでラケット作ったことある人いますかね。たまたまこのホセあまり強くないんで、ちゃんとしたきちんとしたラケットが作れるのかはちょっと不安ですね。はい、ではホセでラケット作れるのかどうか検証していきたいかなと思います。では参りましょう。はい、皆さんこれでちょっと2日間放置しましたね。ではちょっと開けてみましょう。こちらになりました。お、完全に固まってる。なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、これからの作業なんですけど、ここからラケットに沿っていらない部分を切り落としたいと思います。はい、ではやっていきましょう。
¡Gracias!
い、ラケット出来上がりはもう完成度なかなか高いよ。これはこれ結構結局硬くなったんですね。もうちゃんとしたラケットに近い、めちゃくちゃ近い。今まででやった検証動画の中で一番これがラケットに近いんじゃないんでしょうか。そしてあの補正の強さなんですけど、やっぱり一面はちゃんと縦にあって、それで次の面、真ん中の面なんですけど、それを横にしたことによってちゃんと硬くなったわけですね。こちらの手元なんですけど、やっぱりちょっと太かったっていうイメージはありますね。でも結構持ちやすいですね。結構薄いんですけど、丸じゃなくてどっちかっていうと四角なんですけど、すごい持ちやすいですね。でそして少し隙間があるんですね。その隙間が空いてることによって、やっぱりボールのコントロールが失われるかなと。カットマンだったらこのラケットでちゃんとラリーができるんじゃないかなって、僕は思います。これラバー貼ってないんで何とも言えないんですけど、今度こちらのラケットでラバーを貼ってプレイしたらどうなるか結構気になりますね。はい、では今回の検証動画いかがだったでしょうか。はい、こちらのラケット一回卓球してる子供たちと一緒に作ってみてはいかがでしょうか。これは子供たちと一緒に作るとめっちゃ盛り上がると思います。こちらの動画、卓球の好きな方に一回シェアしてみたらいかがでしょうか。はい、ではありがとうございました。